漁業とは、営利目的で、魚介類を捕獲したり養殖する産業。漁業とは、営利を目的として、魚介類を捕獲したり養殖する産業のことで、別の言い方では、営利目的で、水産動物、水産植物を取ったり養殖する事業のこと、水産加工業などとともに、水産業の一種である。漁業には、 様々な人々が関わっているが、漁労活動に専業として携わる者の,のことは、漁師という。漁業は農業などと同じ下一次産業だが、公共の場を利用して行われる点で農業と大きく異なる。そのため法令により多くの制限を受ける。分類方法は多様で、漁場による分類、漁具、漁法による分類、漁獲物の種類による分類、 漁業放棄による分類、経営形態による分類などがある。漁獲物の種類による分類では、マグロ漁、イカ漁、タコ漁、ホタテ漁、等々となる。漁場による分類としては、淡水漁業、沿岸漁業、沖合漁業、沿用漁業、深海漁業などに分けられることがある。日本標準産業分類では、漁業と水産養殖業に対別される。 農林水産省の漁業、養殖業生産統計では、海面漁業、養殖業と内水面漁業、養殖業に分類され、全社の内海面漁業部門は沿用、沖合、沿岸に区分されており、海面養殖業と区別される。なお、栽培漁業という概念もあるが、養殖漁業とは異なる。バングラデシュの網漁業法による分類では、網漁業、釣漁業、 雑漁業の三種に分けられる。釣り漁業、網漁業、養殖漁業、採取漁業などに分類されることもある。日本の場合、漁業権漁業、許可漁業、大臣届け出漁業、自由漁業の四種がある。古代エジプトの壁画に刻まれた漁業従事者たち11世紀にバグダードで医学を学んだ東方系キリスト教徒であるイブン・ブトラーンの書籍。 健康全書に表された網漁の風景。遠洋漁業を行う日本のイカ釣り漁船ニュージーランドのクック海峡にて2005年撮影。魚取りは人類の発生とともに行われてきたが、世界で産業と呼べる規模の漁業が行われ始めたのは16世紀のオランダによる北海二新船団が初めてと言われる。二新船団は80から100トンのビウスと呼ばれる船で、 構成され、17世紀には2000隻のビースが活動していた。流し網でニシンを取り、戦場で内臓を取り塩漬け保存され、戦争がいっぱいになるまで続けられた。オランダのニシン輸出量は1614年の1年だけで15万トンに、及び17世紀には総人口の5分の1が、ニシン関連の仕事についていた。ニシン量は、その後スコットランド、ノルウェー、アイスランド、 ドイツなどで産業化した。16世紀中頃には、タラ漁が産業化し始める。ニューファンドランド島沖のタラの豊かな魚場グランド、バンクスは、以前からバスク人漁師には知られていたが、ジョン・カボットの探検漁により他のヨーロッパ諸国にも知られるようになった。1550年代に、フランス、ポルトガル、スペインの船団が漁を始め、ヨーロッパや西インド諸島に輸出された。 その後、北アメリカの入植が進むとともに、ニューイングランドやカナダ沿岸の船乱も加わった。グランドバンクスのタラ用は、スクーナ船によるハエナワ漁が長く行われ、20世紀になってトロール船にとって変わられた。1596年にスピッツベルゲン諸島が発見されるとともに、北漁用で商業捕鯨が始まった。オランダとイギリスは定期的に、 捕鯨船団を送り、北極クジラを捕獲した。オランダの捕鯨船団は1675年から1721年のまでの間に3万3000頭の北極クジラを捕獲している。18世紀にはイギリスが19世紀半ば以降はノルウェーが北漂洋捕鯨のトップとなった。また、18世紀にはナンタケット島でマッコウクジラが捕獲され、ゲイ目当てにした。 マッコウクジラ漁が産業化した。1842年にはアメリカだけで600隻近い捕鯨船が活動していた。蒸気船による漁が始まったのは1860年代以降であり、最初はトロール船を牽引するために使われた。蒸気トロール船は急速に発達し、1941年には欧米の漁船団の標準船となっていた。 技術が発達し、トロール船とともに、港船も巨大化し、漁獲量は劇的に上昇したが、創業権と漁業資源の確保は、漁業国にとっての死活問題となり、タラ戦争のような深刻な事態へと発展した。1982年になって、排他的経済水域を明確にする、国連海洋法条約が定められた。縄文、弥生時代の漁業園海部における、 日本漁業の歴史は古く、縄文時代の遺跡からは、釣り針や、森、漁網のおもりとして用いられた、土器片おもりや、丸木船などの漁具が出土しており、漁や採集によって、魚介類を収穫していたと考えられる。縄文湾期の関東地方では、大型貝塚の数が減少し、黒大鈴木漁を中心とする、縄文型内湾漁牢は消滅するに至る。弥生時代には、 大阪湾岸など縄文番期から、弥生中期に至るまで縄文型魚郎が継続した地域も存在するが、東京湾では新たに内湾干潟の貝類を主体とするタイプの貝塚が形成されるが、遺跡から出土する魚骨は少なく、全国的に魚郎は低調であったと評価される。一方で、大陸から伝来した環状土水を用いたミ漁やイタコのタコツボ漁など、 新たな漁法を用いた弥生漁労も開始された。また、三浦半島など外洋沿岸地域では、外洋漁労が行われた。弥生時代には、稲作農耕が普及するが、水田と貝塚の双方を持つ弥生集落では、農飯期の柿に漁器を持つカツオなどの魚類が出土しており、森漁、釣り漁など専門性の高い漁法が用いられていることから、 農耕民とは別に漁労を専門とする技術集団がいたと考えられている。また、稲作農耕の開始により、水田や用水路など新たな淡水環境が生まれたことにより、淡水産の魚類、貝類を対象とした漁労も開始された。なお、北海道では稲作農耕が普及しなかったため、縄文以来の狩猟や漁労が継続された。古代、 中世の漁業鎌倉時代には漁を専門とする漁村が現れ、魚、海藻、塩、貝などを年貢として収めるようになった。室町時代にはさらに漁業の専門家が進み、沖合漁業が行われるようになり、市の発達や交通網の整備、貨幣の流通などを商業全般の発達に漁業も組み込まれていった。 近世の漁業動物考古学から見た近世の漁業、江戸時代には遠洋漁業が行われ、また、上方で発達した地引き網による大規模な漁法が全国に広まるなど漁場が広がった。消費地である江戸近郊で消費需要が高まり、江戸市中の遺跡からはマダイ、キダイ、アマダイ、タラ、サンマ、サケ、ナマズなど、 江戸米と呼ばれた東京湾産出の魚種をはじめ、流通網の成立や保存技術の進歩により、遠方から運ばれた多様な魚類が出土している。また、西日本からの魚食文化の流入として、ナマズやスッポンが挙げられる。江戸市中の遺跡から出土する貝類ではアワビ、サザエ、ハマグリが多く消費され、アサリシジミは、金星前期には少ない。 底引き漁業の導入に伴い深場に生息する赤貝の消費も増加し、新たに平木や鳥貝も出現する。一方で中世と比較して冷た貝、赤西が減少する。底引き漁業の導入は関西からその技術を持った魚民が移住したとも考えられている。アサリなど貝類はむき目の形で販売されており、東京都港区の芝雑城場跡ではバカ貝の海藻が、 出土し、爆買いが、むきめの形で流通していたと考えられている。一方で、文献資料によれば、東京湾岸の漁業は幕府により、特権を与えられた、特定の漁村のみで行われたとされる。考古学的にも東京湾岸の漁業は中世と同様であることが指摘され、中小規模の貝塚が営まれ、環状土水を用いた網漁が行われている。貝塚の規模。 海類の蘇生や出土する魚骨、漁具の種類も中世と同様で、引き続き冷静な反応反漁の漁業が継続した様相を示している。近世には大都市の影響による湾岸の不栄養化など、環境改変も発生している。昭類やアーレミの例と漁業、一遊斎国吉の名所へ揃いもの、東と富士見36系のうち、筑田沖生店の富士江戸時代末期、 江戸前の筑田島沖にて漁師が行う網漁の様子を描いた一図。遠方8年に将軍となった徳川綱吉は、将類やアレミの霊と総称される一連の法令を発布する。将類やアレミの霊では犬をはじめとする動物愛護のみならず、牛、馬の保護や食用規制、鷹狩りに用いる鷹の包丁、鷹状の削減など動物をめぐる。 総合的な政策が実施された。昇類やアーレミの例では鉄砲を用いた一般庶民の狩猟も規制され、課金を除く鳥類や観賞用の昆虫の飼育なども規制された。川の多い江戸は釣り場が多く一般庶民が釣りを行い魚を食用にしていることがあったが、昇類やアーレミの例では魚釣りも禁止された。ただし、制御として、 漁業を行う漁師の活動は制限されず、また漁獲され流通した魚の購入に関しては自由であった。法営6年1月10日に将軍綱吉は死去し、綱吉の養子となっていた甲府徳川家の綱といが新将軍になると、将類やアーレミの例は撤廃された。近現代の漁業戦後の日本経済の成長とともに水揚げ量は増加したが、 その増加を牽引した遠洋漁業、沖合漁業が1973年の石油ショックによって漁船のコスト高の影響を受け、また1970年代後半から世界の漁業国が200回力制を取るようになると遠洋漁業、沖合漁業の水揚げ量は減少した。さらに1985年のプラザ合意以降、円高が進んだために水産物の輸入が増加した。 1980年代半ば以降、沿用漁業、沖合漁業,漁業、沿岸漁業などの海面漁業は漁獲量の下落傾向が続き、2000年には水産物の輸入量が生産量を上回った。このように漁業資源をめぐる国際競争は激化し、今日の日本の漁業は国際化の波にもさらされる。一方で、近年はそうした取る漁業から災難、 人口負荷、放流などによる育てる漁業への転換を図る努力が続けられている。近畿大学水産研究所では2002年6月に世界で初めてクロマグロの完全養殖に成功した。近代は完全養殖に成功したクロマグロを近代マグロと呼称し、同大のマグロ料理を提供する専門店を銀座にオープンした。2017年8月、 創日は、子会社の創日ツナファーム高島が、NTT ドコモと電通国際情報サービスと共に、IoT 技術やディープラーニングを活用した、画像認識技術を活用した、水産養殖事業の効率性を向上させるシステムを構築し、水産養殖業の高度化を行う実証実験を開始したとアナウンスした。生物資源の枯渇の問題や、 安定供給上の要請から放流、養殖が盛んに行われており、放流魚の生態研究、養殖される魚種の開発などには、日本の場合、各自治体や大学などの研究機関も積極的に関与し、取る漁業から育てる漁業への転換を図る努力が続けられている。漁業の存続自体は、自然環境の再生産に追うところが大きく、旧来の伝統的な漁具、 巨峰による漁労活動では生産性は低かったものの、水産資源の再生産の限度を下回るものであった。その後の漁具の改良、開発や流通網の整備、冷凍保存技術の発達などに伴い、生産量は増大し、漁場もまた地球規模に拡大した。その一方で、世界的に水産資源の乱獲が問題となっている。なお、 法学者で動物の権利を主張するフランシオンは、一般に不必要な動物への危害は避けるべきだとされているが、漁業も不必要な危害の禁止に反し、やめるべきだと指摘する。ありがとうございます。